がとうございます。ピンパーティーということで、なんか非常に珍しい、ここ何年かでもほぼないくらいにね、はい、あのものになっておりまして、一部探り探りでやってまいりましたが、やっぱり不思議な感じでした。はい、であの皆さんにはぜひねお楽しみいただければそれだけで十分かなと思ってますし、いつになく皆さんのお近くでふなし、はじめさんなしお伺いできるかと思いますので、楽しみにさせてください。申し遅れました。MC の愛知こと横町愛です。よろしくお願いします。そして、来月から一緒にいてくれるのは、ふなっしーの弟、船原です。ありがとうございます。よくね、お尻に接着、皆さんのお尻には接着剤がついてます。
けど、はい、でも本当にフォローちゃんとね、フニャも最近単独でいろんなとこに行く機会が増えてすごいですね。お兄ちゃんもしっかり支えて急に喧嘩を始めますけど、どういうことでしょうか。はい、当たり過ぎ、あの君はリードが繋がってると思っておくれ、今日はね。そう、今日はね、ちょっとあのマイクがこうやって有線っていうんですけど、線がついてる状態で我々お話しすることになりますので、あの比較的私がお話しする機会が増えると思うんですけど、ちょっとご了承ください。あとね、さっきね、ふなっしーに促されて、あのお買い物行こうと思って、アイチはその格好で原宿だから大丈夫なんですよ。フラッシュ炊かないでほしい、フラッシュ炊かないでほしいってことです。そうなんです、ちょっとお目目がね、あのナシさんたちはね、ちょっと弱いんですよ、フラッシュに。なのでご協力、あの今のうちに確認しておいて、自撮りしてもらって、あの映ってないかどうかを見てもらえたらと思います。はい、ありがとう。そうそう、でさっきお買い物にちょっとこの格好でこのまま出たんですよ、お前様がいましたよね。ね、あれはフラッシュに促されていたんですよ、あの原宿だからこの格好でも目立たないよって。そしたらもうカフェに入ってる人とかみんな笑いながら皆さん指さされました。嘘つかれた。めちゃくちゃ目立ってましたね。はい、あ、フナッシー来る。はい、さあということで皆さん、フナッシー来るそうなので、後ろのあちらから、ちょっとこちらの人はね、まだ視界に感じづらいかもしれないですけども、カメラのご準備をお願いいたします。じゃあ現れたらせーのっていうので、フナッシーって大きい声で言ってくださいね。来るかな、見えたら言いますね。そうそう、あのね、今日はね、エレベーターで降りてくるから分かんないです、タイミングが。さあ来るでしょうか、まだでしょうか、いきなりでしょうか。来ない。もう来る、もう来る。いきなり見えたら、あ、来た来た。あの見えたらこちらにいる人手挙げてください。見えた。まだ2回、1、アカウントダウン、0、はい、せーの、ナッシー、はい、
さ、雨降ってなかったって話。今降ってないんだって。なるほど。
動画とかネットにね上がるのを期待したいところですよね。ねえ、じゃあ相変わらずそんな露出もあるということで、はい、はい、ナナシぜひぜひ皆様応援していきましょう。はい、じゃあですねというか、うん、まあ、ちょっとカフェってなんか私たち人間が来ても話しやすさとかあるじゃないですか、お話しするとか、ね、カフェはいいね。そうそう、だからここでサンナシがお互いを日頃どう思ってるのか話し合ってみようかなと思って。おー、あ、フラッシーがゴロリとみたいにってこと？あ、フラッシーもうちょっとね、そっち側に行ってたので、こっちこっち、あの中山のり子さんの、あ、本名中山のり子どこ？その辺で、あ、行き過ぎるとね、背中ピンってなっちゃう。 OK だって、はい、そこ、はいはい、はい、で、ゴロちゃんもお兄ちゃんの横行っていいよ。はい、で、聞いてみましょう。船もさっき一部の時参加できなかったんで戻っといて。はい、じゃあふなっしーが普段ゴローちゃんとかふにゃに対してどういう風に思ってるのかって、ここ最初どうですか？そうだね、さっきもちょっと話したけど、うん、ゴローはピンでやった方が楽しいの。反応しなマイクそんなこと、そんなことないなってよ。ピンやった方がやりやすい。同じことや。そんなことないなって。そんなことないの。まあ、ちょっと楽しんでる部分もあるけど。あるやん。あるけど。お兄ちゃんは素直にゴロゴロ成長が嬉しいんですよ。あ、思ってたのか。一緒が好きってフニャは書いてますね。フニャはそうだしな。フニャもすごい今も伸び伸びしてるけど、うん、他のね、チェリーとかで、ね、すごい生きしてる。どこか何やってるだし。ペ
んだし。なんかすごい野望があるし、すごいなんか。今ハマってるワードなってな。わあ。生活と行くが今ハマってるワード。いや僕らがみたいな感じでしょ。結構今ちょっとそのワードをハマってるから、これからどんどん使っていこうかなと思ってる。いいと思うんですよ。なんなの、ゴロちゃんといいペアヌちゃんといいさ、四文字熟語にハマってる感じ。ね、ペアヌちゃんもね。ペアヌちゃんもすごいですよね。適材適所って。適材適所。ねえ、ちょっとペアンヌちゃんの話も後でしていきたいんですけど、ゴロちゃん、フニャはどうなの？フニャと一緒に行動することもあるじゃん。そうなんすな、フニャちゃんも本当にね、黒い月の塊、それ本当にね、すごい可愛いのよ。すごいなって、フニャはすごいなってお話が、フニャはすごいなって思うみんな、本当ね、すごいなってなと思って、うん、ねえ、でフニャはさ、お兄ちゃんのっていうか、おトゥンとコロちゃんのことどう思ってるの？フニャはどう思ってるのって聞くと、なんか悪口をそれぞれ付き合いたいみたいな。どうかな、ちょっと今失礼しますね。手書きだしね。ふたなしとも、なんて書いてある？ふたなしとも、うん、読めねえな。なんて？心臓強い。心臓が強くて、毛深いって感じだよ。心臓の毛が生えてんの？そう。なるほどね。毛深いって。ふにゃのが毛深いだろ。そしたら。大丈夫だから。続けて仲悪くなんないから。大丈夫かな。分かりやすく言うと、ゴリ社長と猫の違いでしょ。ゴリ社長ってグッズ作ってる会社の社長さんなんですけど、深いですよ、毛がね。そうなんだな、ね、もう、後ろ行っていい？はい、行ってこい、フニャ、ありがとう。嬉しい。もうね、お友達とかも大好きだから、カスモさんとこ行かなくてしょうがない。最近ゴナシでね、カレンダー撮影なんかも行ったんですけども、その中にペアーヌちゃんと、このブッシャーという赤いブナシもいましたが、どうですか？いや、まずキャラが増えてきて、すごい、家族感が増したらしいよ。で、なんかしらブラキュアスのやつ、ペアーヌちゃんが、それ見ても、ここかみたいな感じですよ。なんでだと思って。ブッシャーなんかね、酔っ払った、なんか、おじさんみたいなね、おじさん的にね。なんかいいと思う。だから今回のカレンダーのテーマは、ふにゃっしー、ふにゃっしー家族、なし家族と一緒に皆さんが暮らすっていうテーマなんで、その皆さんがこう、ね、カレンダーにかけてあって、パッと見ると一緒にご飯食べたりとかね、そうそう、一緒に流しそうめんを食べてるんでしょ。楽しそう。でもほら、家族というのみんなでそばを打つじゃないし、家族みんなでそばを打つだとか、血のもないけど、そば打つに関してこんなに共感が得られないと思わなかったし、念のため手を挙げてもらう。家族といえばそばを打つっていうお友達、うっそー、誰もいない。一人分に家業がそば屋っていう人しかいないと思う。そうですね。まあ、そういうわけであいあいとしたところがカレンダーから見られるということなのかな。そういうことですよ。はい、ね、心してほしいですね。ね、あとメイキング映像なんかも後々出るそうなので、皆さんカレンダーとともにですね、楽しみにしていただければと思います。イベントもね、ごなし揃ったりすることもあり、よしよし、自由だね、人なしは足かいて、なんか大丈夫でしょでしょ。ね、なんか年取ったからか、ごなしを相手にした後のイベントの疲労感が半端ない。息が切れる。まあまあ、これからもよろしくお願いします、皆様。はい。
さあ、ということで、じゃあそれぞれのね、こうなんかカフェ話も聞きつつ、カフェなんかは来ますか？フレッシュはカフェ大好きですよ。カフェ大好き。行くの？行く。座れる椅子？テラス席に座ってるし。おしゃれじゃん。ね、カフェってテラスだしな。ねえ、目立ってしょうがないですけどね。じゃあどういうのを注文するんですか？これね、ソイラテ。ソイラテ。おしゃれですよ。なんだろうね、ソイラテ美味しいよね。美味しい。ちょっとね、ちょっと甘めな感じがいいですね。何も入れないよりちょっと甘いっていう。ってことは、調整豆乳くんもやっぱ好きっていうこと。それだけはなんとして拒否されました。秋葉原のキャラさんなんですけどね。調整豆乳のさ、ツイッターとかたまに覗いて見ちゃうとさ、あなんか時間潰したなって気がするし。紹介料書いてんだよ。まあ、それも味としてね。そうそうだね。本当は仲いいくせに。あんなにそう。あんなに一人前よりキャラファンいないからね。ね、さあそして五郎ちゃんはカフェは来るかい？たまーに、本当にたまーに行くんですよ。何頼むの？キャラメルマキアートとか頼む。こんな裏返しするんだけど、ツアーのタイトルね、前のキャラメルツアーの時に、キャラメルマキアートにしようって言ったら、ちょっとおしゃれだったんだ。おしゃれおしゃれ。あれね、スターバックスさんの商標通りだ。使えないってことだ。じゃあ何しようって言ったら、やっぱりシティプシャーだから、キャラメルスプラッシュツアー。このさ、ブルックスのカフェさんで、第1部にスタバが好きだってすごい言っちゃったから、どうにかしてカフェの名前を隠してこのまま言おうと思ったら、ここで落ちるわけだよね。ミルクカフェさんいいな。まあまあ、使いやがったらいいかもしれない。ねえ、ブルックスのさ、コーヒーとかオフィスで働いてる方とかすごい助かりますよ。あ、それ、あの家でね、ブルックスめっちゃ飲んでる。ほんと？でも、そこにないよ、いっぱい。まあ、でも嬉しすぎて、ご飯にかけて食べるぐらい。めっちゃ良いちゃつけ。めちゃめちゃまずいでしょ。まずいかい。すごいふなしの当初のツイッターの、たまに虚言癖がありますけど、すごい思い出した今。久しぶりに。昔のさ、ツイッターさ、探されないからいいけど、結構ひどいこと書いてあったよ。千葉の道路の舗装のアスファルトに 20% 千葉産の落花生のプラが入ってる。ありそうだけどね。怒られるでしょ。いや、それよりもさ、孫さんに喧嘩を売った方が怒られるのもあって。やばいよ、それマジでやばいよ。ソフトバンクの CM 出てたのに、ツイッターやり始めると孫さんに向かって、おい、このハゲっていう。ソフトバンクの方に調べられなくてよかったりしな。よかったね。もうやりにくいらしいよ。CM も無事に終わってよかった。いや、無事終わってね。はい、さあ、ということでですね、まあ、今日ちょっとこんなね、カフェの雰囲気で面白い感じのイベント会場になってるんですけども、はい、ふなっしーがね、ちょっと遠いなって後ろの友達を思ってると思うので、あ、ふなっしーいろんなところに、ちょっと皆さんにご挨拶してきます。お茶会だってね。はい、じゃあ行くか。ユズミはダメだ。これですごいスタッフの名前呼ぶスタイルでごめん。はい、じゃあもらうね。はい、このマイク。カフェですから水分補給してくださいね。多分ありますよ。はい、じゃああれ、ミョウちゃんどこ行った？あれ、左。あ、違う、また、こちらに行く。はいはい。ふなっしーが近くに行くとは思うんですけども、ちょっとだけボリュームを落としてもらってですね、すみませんが、ボリュームを落とせと今。この後の説明をちょっとさせていただきたいと思います。はい、進めてもよろしいでしょうか。はい、この後はですね、ふなっしーが、あ、ふなっしーがじゃないや、皆さんにご入場の際に
ってるかどうかフリフリしてもらってもいいですか？ありますかね？大丈夫、トイレットペーパーの代わりに使ったとかないですか？大丈夫かな？はい、こちらがビンゴカードにもちろんなっておりまして、今からビンゴをします。で、ビンゴルール基本的に皆さんご存知だと思うんですけども、念のためご説明させてください。で、まずビンゴカードの真ん中に赤くなっている部分、フリーと書いてありますか？フリーですか？ありがとうございます。フリーと書いてある部分がありますので、そこは最初に穴を開けてください。真ん中はフリーです。はい、じゃあ行くよ。愛の30番。
あの1番にリンチって言った人はビンゴにならない説っていうのを提唱したんですよ。そしたら1番にリンチになった人がさっきビンゴになったんです。だから可能性ある。はいはい、振り返りますよ。もう一回言って。もう一個言ったら繰り返しますね。はい、じゃあ行きましょう。お、B の1番。はい、今今のはリッチ。あ、明日の嬉しいな。わかります。じゃあ繰り返しますね。10個いきます。33、14、29、63、58、73、15、48、31。どうでしょう。31、30と1、全部トイレ OK。 はい、大丈夫ですか。リーチの人、はい。お、後ろにもいらっしゃるリーチの人、もう一回。はい、いきます。33、14、29、63、58、73、15、48、30、そして1。どうでしょう。いいかな。いいですか。次行きましょう。はい、行きましょう。はい、ありがとうありがとう。次は I の21です。ちなみにあの聞いてなかったけど先にビンゴしてたっていうお話後から言われましても受け付けられません。おーめでとう。リーチ、あ、リーチがいっぱい出てきましたよ。 I の21でした。はい、さあ次行きましょう。続いて N の、あ、どこ行った。 N のありがとう。41。どうだ、リーチの人たちは違うようだ。 N の41、なんか冷圧が消えてる感じが前の方。はい、さあじゃあ次行きましょう。I の24、西。 I の24、西いないかな。ビンゴいない。 I の24いないですね。さあじゃあ次行きましょう。 C の、あ、 C じゃない、カープファンだからごめんなさいね。 C の59。59、いない。リーチ結構いらっしゃるのに。さあ行きましょう。続いて N の40。大丈夫ですか。 N の40、ビンゴいらっしゃらないですか。
さあ次いきます。次の4、あ、ビンゴ、あ、ビンゴ、おめでとうございます。ポスターがあとお一人になりました。ビンゴ、ビンゴ、ごめんなさい、ちょっとビンゴですか。ビンゴ、あ、はい、じゃあここにお願いします。ビンゴの方いらっしゃるということで、はい、で一応確認マットでお願いします。はい、じゃあ、ポスターがですね、なくなってしまったんですが、あと7枚、サンタジの色紙がありますので、皆さん、引き続きご参加ください。はい、いきます。G の46番。G の46番。いらっしゃらない。はい、ありがとうございます。さあ、続いていきましょう。同じく G の53番 G の53番です。リッチリッチ、はい、ありがとうございます。繰り返しますね、今までの5つ18、26、72、46、53です。いない、はい、じゃあゴロちゃんありがとうね、手際がいいね。はい、あ、ここできました皆さん、愛の27番、フナビンゴ、あ、フナビンゴ、フナビンゴです。おめでとうございます。他にフナビンゴの方いらっしゃらないですか。いない、おめでとうございます。じゃあ、あと6名の方色紙ありますからね。さあ次行きましょう。 G の55番、ゴーゴー、あ、ビンゴ、おめでとうございます。フナの前にいらっしゃる方、申し訳ないですけど、お立ち止まりでアピールをお願いいたします。他にいらっしゃらないですか。 G の55番いない、はい、さつきごろちゃん、これいこう、ね、はい、はい、じゃあいきます。 O の64番、虫、虫、ごろちゃんの虫、リーチ、いこう、あ、リーチ、おめでとうございます、頑張ってください。いらっしゃるビンゴ、あ、ビンゴの方そこ手挙げて、あ、ビンゴ、お二人かな、おめでとうございます。ご起立いただけますか。ありがとうございます。たくさんにアピールをお願いいたします。ビンゴの方ご起立いただきましてアピールをお願いいたします。お手数おかけします。あと何枚だ。あと3枚、3名の方になりまして、数が多かった場合はじゃんけん大会となりますのでね。じゃあそろそろ五郎ちゃんに数字発表してもらおうかな。ビンゴ57、はい、ビンゴ、ビンゴ、あ、ビンゴ57番でビンゴ、おめでとうございます。ビンゴ、はい、渡していただいてありがとうございます。他にいらっしゃらないですか。ジンの57、はい、ありがとうございます。お一人ですね、あと2枚、はい、じゃあ行きましょうか。愛の19、はい、愛の、あ、愛の19番、押したかったビンゴ、あ、そちらもビンゴ、ここ、ちょっと待ってくださいね。ビンゴの方立ってもらっていいですか。こちらの真ん中の方もビンゴ、ビンゴの方、あっと、ここで3名いらっしゃるということで、最初からお伝えしておりましたが、じゃんけん大会となります。悲しいですが、お一方だけ受け取らないということになってしまいます。では、今私の方、手を高らかにお上げください。殴ってやるぞというグーパンチでグーを掲げていただき、フナッシーの最初あるじゃんけんポンで掛け声でお願いします。はい、最初はグーじゃんけんシャー、まずはお一人勝利。みんなで浴びたい気がするんですけど、ここは女の勝負ということで、はい、じゃあ話、あとお二方残っててそちらとかゲットということになりますので、掛け声をお願いします。最初はグーじゃんけんプシャー。はい、ということでチョキの方が、首のテーパーの方ありがとうございました。はい、チョキの方がゲットということになりました。
ね、ここからお写真撮影の時間に入りたいんですけども、ちょっとね、お写真撮影が今日 特別というか、あのステージが定まってないので両方向から撮りたいと思ってます。で、基本的に自由に撮っていただいていいので、どこもラストボタンたちと一緒に写るような形で撮らせていただければと思いますので、今日 SNS 等に上がったらまずいよという方は手を隠して、顔隠していただければ嬉しいです。その他の方、最上級のスマイルをお願いいたします。はい、こんにちは。ちょっとじゃあどうしようか、いい、ここで、はい、じゃあ行きますよ。皆さんパトロマで撮りますので、こちらの方も気を抜かないようにお願いいたします。はい、じゃあ行きますよ、せーの、はい、なっし、ありがとうございます。4方向、4箇所から撮らせていただきますので、ご協力お願いいたします。さあ、じゃあフナッシーも、はい、誘導に沿ってですね、ご移動ください。ワロちゃんもフニャもよろしくね。ありがとうございます。気を抜かないようにお願いいたします。
ロちゃん、ゴロちゃん、ゴロちゃん、ありがとうね。おー、ありがとうラピナ。おー、ラピナ。ラピナ、ライトを入れてもいいかな。はい、はい、よいしょ。はい、いやー、皆さん楽しい時間を持ってますか。いやでもね、活動限定時間かな。でも今日も皆さん最低祭り踊り楽しかった。先生です。
させていただくのが QRSOPW の方、一番最初にご案内させていただきますので、忘れ物がないようにお気をつけください。特にですね、傘を床に置いたりしている方は忘れやすいのでお気をつけくださいね。はい、またね、ふにゃもありがとうね。つらいねこ先生でした。